日は実況をしていきます。実況のリクエストがあったんで、まあ初めてかな、バイオハザードでやるの。実況のリクエストがあったっていうか、お前喋れやって言われたんですよ。でまあじゃあちょっと喋りましょうかっていうことで、今回は解説しながらやっていこうと思います。でまあ最初はタイムボーナスを集めてるとこなんですけど、このタイムボーナスを集めるルートは、まあ、某ニャン吉さんっていう方に教わったルートなんです。だいたい空母でやるときはいつもこのルートでやってます。これはちょっとあれですね、リモコン爆弾が邪魔でアイテム取れなくなっちゃった。リモコン爆弾を捨ててました。で、だいたいタイムボーナスを集め終わるとここに来るんです。で、まあ最初はあれですね、あの手榴弾フィニッシュブロック、これもね、だいぶ昔に教わったんですよ。初めて聞いたときはシェアプレイで見せてもらったんですよ。で、手榴弾フィニッシュブローっていうのを使ったらいいですよっていうのを言ってもらって使ってます。で、あの自分がやるテクニックっていうのは全部教わったものだけなんですよ。自分で調べるのは何もなくって教わったテクニックだけでやってます。これ序盤ね、たまにこのクワガタマンになるやつが出てくるんで要注意ですね。あれはなんでなるのかな、ヘッドショットしたらクワガタになるのかな。で、十何体か倒したらこのライフルマンが出てくるんで、それを処理します。逆サイドに1体、あと上にももう1体出てくるのと、あとね、あの下に降りるところに1体出てきます。ちょっと増えてきたんで、そろそろライフルマンに注意しながら手榴弾フィニッシュを通る。ああ、ちょっとまたライフルマンいるね。下じゃない、上のやつか、向こうのやつ、こいつ。あとは下のやつを倒したらライフルが終了、こいつね。で、ライフル倒しきったらもうここに移ります。で、ここでちょっとコンボつなぐために一体倒したんだ。ちょっとやばい、コンボ切れるから。で、あ、降りれない、降りと、邪魔か、お前邪魔か、ちょっと邪魔すぎるから、ここでもう一回手榴弾フィニッシュブロ。今回カーラ使ってるんですよね、珍しいんです。あの、この前エイダでマーセイをやったんですけど、その時にカーラは強いって言ってたんで、じゃあカーラ使ってみようかなってことで今回使ってます。今まで多分1回ぐらいしか使ったことないんじゃないかな。ハンドガンもまあまあ強いし、あとグレーラーも持ってるからだいぶ強いですね。それはちょっとゴリラいるんで、グレランで倒しておきます。あ、強いな。あれ？倒した。あ、生きてる。あ、強いな、まだ生きてる。この武器稼働。で、今この位置にいるのは、あれなんですか、あの、そのうち100体ぐらいかな、で出てくるロケランを倒すために。この位置で戦ってます。で、まあフィニッシュブローとか入れつつ、今フィニッシュブロー失敗したね。
で、これ幼虫爆弾出てきてるけど、幼虫スコア上げるためにはどれだけ幼虫爆弾をこのフィニッシュブローに巻き込むかっていうのが大事なんですよ。でちなみにこれも教えてもらいました。いっぱい巻き込むことができたらハイスコアが出る。あ、これ危ない危ない。なんか蹴りたかったんだけど。おっとクワガタ発生中。夏の終わりにクワガタ発生中。ちょっともうしょうがないね、これ。本当は手榴弾フィニッシュブローに巻き込みたいんだけど、あんまり手榴弾が残ってないんで。で、そろそろね、警戒してこの辺にドケランが出てくるところの真下ぐらいまで移動し始めてます。移動してきました。で、ここを倒しつつ上は警戒しとくんですよ。あ、出てきましたね。走って出てきた。もうすぐ倒す。で、残りのロケランを倒しに行きます。こっちに来てますけど、こっちにはいないですね、ロケラン。あと雲はね、もう足で踏むとすぐ倒せるから。クリスでやるときもアサルトじゃなくてマグナムを持てば足で踏み潰すんですよ。雲だから、雲を倒すときはアサルトからマグナムに持ち替えて倒しましょう。これもね、教わりました。あ、これはまずいです。あ、でも倒したな。で、もう一体、あそこね。あそこは、あれですね、普通のマーセでも出てくる位置なんで、最初にリモコン爆弾をセットしとくっていうのも手ですね。それももちろん教わったやつ。で、一応プレイのスタイルとしては教わったことだけで実力を上げていくっていう。これ体術1回当てたらフィニッシュブローできるはずなんだけど、なんかできなかった。カーラはできないとか、そんなんあんのかな。俺は体力を見てなくて今瀕死状態になりました。で、建間はめんどくさいから幼虫爆弾に巻き込むと。1個タイムボーナス壊すの忘れてた。で、ハエが出てきたらね、ハエ最優先でガフします。たまには空中に連れて行かれてコンボ途切れちゃったりするので、で、このナイフブンブン丸が出てきたらカウンターで、で、ハエを倒しつつカウンターも狙う。基本はハエ、基本はハエを狙ってナイフブンブンが来たらカウンター。ハエもね、手榴弾落とすやついるんで要注意です。銃撃ってくるやつはいいんですけど、ね、手榴弾落とされるとさすがにちょっと怖い。はい、こいつはカウンター。美味しい。これで最後かな、ハエは。で、バッターはちょっと邪魔なんで、これで倒しておきます。あ、やばい。あ、いけた。で、これね、ナイフブンブン丸にも閃光が効くって今初めて知ったんですよ。あんな風に動くんだなって初めて知りました。目が見えなくてもう適当に振り回してるみたいな。で、またフィニッシュボール。これでタイム稼いでスコア上げていくっていうやり方ですね。で、まあバッターは邪魔なんであっさり倒しておきます。で、まあ幼虫爆弾も仕方ないから普通に倒してますね。この辺はまあね、中盤の休憩タイムみたいなもんですね。
そんな強い敵出ないんで、まあ、まったりやる。あ、ごめん、あれ即死攻撃やってるから。わかった。即死だけは中。お、カウンターいけ。お前ちょっと出す位置悪いわ。こっち向けて振り回してこい。で、そろそろ終盤なんですけど、終盤は、あ、出てきましたね。手長すぎま、左腕長すぎまが出てくるんで、あいつはもう要注意、要注意クリーチャー。正面に2体よ。こいつは近づいて倒した方がいい。逃げれば逃げるだけ頭つかまれる確率が上がる。これは教わった。どうやって避けたらいいか。あ、後ろのあいつに捕まった。あー、いっぱいいるな。ちょっと危ない。ちょっともうめんどくさいんで燃やそうかなと思います。この、あ、下半身硬すぎないといっぱい出てきてるんで。クリスも出てきてるから燃やそう。クリスも一緒に燃やそう。あ、やばいな、もうないじゃん。なくなった。勝った、グリス。やばいやばい、わちゃわちゃしてきた。あー、なんかあんまりいいのもない。あ、やばい、あ、また捕まれていった。もうなんか落ち榴弾で倒した。あと3体か。ブレランでいこう。あ、カウンター。あ、ん、カウンター、ゴリラカウンターか。まあ、で、グレランをブッ。はい、あと1体ね。グレランで終わろうか。ドーン。あれ、倒せなかった。どういうこと、どういうこと。あ、はい、カウンター。こんな感じですね。はい、ということで今回はこの辺で終わります。地味にハイスコアです。でも250万とかはいってないです。ご視聴ありがとうございました。